オートポリスにすごいイベントがやってくるんだって。走りの美しさを競う D1 グランプリがオートポリスにやってきます。D1 って何ですか？ドリフトとはタイヤを滑らしその技をコントロールすること。この競技の世界最高峰が D1 グランプリなのだ。レースってよくわかんないんだよね。 D1 グランプリは1台ずつ走る審査競技だから、ずっと実況解説があるから初めて見る人もわかりやすくてハマっちゃうんだ。でも追い抜きがないのはつまんないな。違うよ、 D1 は2台同時に走る追走ってのがあるんだ。これがすごい迫力。ぶつかる寸前のマシンコントロール、ドキドキの駆け引き、これが D1 最大の見せ場なんだ。グランツーリスモ D1 グランプリラウンド2オートポリス、アソシエイテッドバイ P ゾーン、チケットはただいま発売中。絶対見に行くわ。 D1 グランプリ